どうもこんにちは、きっとうまくいく DIY です。今家を一軒リフォームしています。これの家は、これを直したら賃貸にしたい、賃貸にするか民泊にしたいなと思ってリフォームしてます。今回このレベル床のレベル調整ですね、いろいろ YouTube を見て勉強した結果をここに、掲載しておきたいかなと思います。多分何年後かの自分もね、また忘れてると思うんで、今これちょうど動画でね、棒を立てて、なんか何か場所が決まったらネジを打ってますよね。あんな感じを繰り返していきます。ちょっとこれ最初の写真なんですけど、床が汚いので外壁用の透湿シートを貼りました。で、周囲の、根太を先に置いていって、これ真ん中も置いてるんですけど、これ真ん中が起伏してるっていうのは後から気づいたんで、こうやって一度シートを剥がして、この部分だけカンナで削って、またその奥にあるコンパネですね、元々あった床の高さくらいにコンパネを引きました。で戻りますね。で、一部だけ1センチとかが高いと結構この根太の高さをとか難しいんですよね。だからできるだけ床も平坦にした方がいいと思います。で、この周囲まず4本の、根太をね張っていくと思うんですけど、畳の厚みを撤去したとして、まあ、大体5センチくらいあるんですけど、根太の厚み 2.7 センチですね。この今白い木が使ってるのが 2.7 センチ。ポプラ LVL っていう270センチで305円くらいの木で結構安いんですけど、これをまず 2.7 センチの厚みとコンパネが 1.2 センチ。じゃああと上にクッションフロアっていうのを考えて、まあ、ここまでが限界だろうなという位置に床、根太を持っていきます。で、そこに、ここでいいなという位置を決めて、この棒ですね。この棒、見えないですけど、鉛筆で線引いてるんです。ここに持ってきたいなという位置に鉛筆で線を引いて、で、下の木が上に行ったり下に行ったりすると、レーザーとその鉛筆の線がずれるんですよね。そこの線に合うように、こうやって下に物を挟んで調整してます。差し金とかでやると、例えば 14.4 センチとか、すごい中途半端な数字をずっとね、当てがいながら、毎回 14.4 センチとかね、見ながらしなきゃいけないんで、結構大変なんですよね。結局、その高さになればいいので、何センチにしたいとかじゃなくね、こうやって棒に線を引いていく方法がすごくやりやすかったですね。これを3本くらい用意しておくと、いろんな場所にね、置いてても平気ですし、で、木で、滑らかかどうかそのままね、ちょっと縁と確認したりできますし、レーザーの場所を途中変えてしまうと、その 14.4 センチとかの間隔もまた変わっちゃうんですよね。今度は 13.4 センチになっちゃったりね。だから、センチではなくこの棒、レーザー移動したらまた棒に一本線を引いて、それに合わせていくっていう形がいいかなと思います。で、この手前にあるいっぱい転がってるブロックみたいな木ですね。これはベニヤを切ったものとか、まあ、厚みのある木を切ったものとか、あとすごく薄い、多分これ、ボロボロになったフローリング材だと思うんですけどね、それがもう1ミリ程度だったので、それをたくさん切って、用意しました。結構1ミリの、薄い板っていうのを用意するのはなかなか難しいんで、もし必要だったらメルカリとかで薄い板と検索すると、赤松のなんかね薄い板でたくさん出品されてる方がいたんで、それを僕買いました。今度1回もこれしないといけないんで、それを使いたいと思ってます。今こうやってちょっと押し付けてますよね。押し付けないと踏んだ時に下がっちゃうんで、こうやって押し付けて、そこでレーザーと鉛筆の線があったところに固定していきます。結構こまめにネジ打ってないとね、歩いてぶつかってやり直しになっちゃうので、こまめにネジ打った方がいいと思いますね。はい、こういう感じで繰り返していきます。多分この下に入れてるブロックは狭ければ狭いほど、もちろん床がね、へこまなくていいと思うんですけど、もう結構ね、大変なんで、ほどほどでいいかなと。斜めにスライスした木なんかを後から横からね差し込んでコンコンと金槌で打ってあげてもいいんじゃないかなと思います。だいたいこういう感じで床張りを進行していきます。費用としてはこの根太が
1本300円が1部屋10本を使うんで3000円ですかね。とコンパネがだいたい5枚かな、5枚ぐらい使うのでコンパネ1枚2000円で今1万円くらいですかね。1部屋コンパネまでで1万3000円くらいな感覚でした。で今今度これ階段上がったところの場所ですね、ここももう床がブヨブヨだったので剥がしました。でここはさっきの床と違ってただ水平にしてしまうとこの今触ってる階段の上がった一番上の段と合わなかったんですね。単純に水平にするとそこの床の感じと5ミリとかね段差ができちゃうんで、なんかその階段上がった瞬間の5ミリ踏んじゃうの嫌ですよね。だから一度さっきみたいな感じでやってたんですけど全部剥がしました。で今そこをね手元にあるのが合板 1.2 センチとクッションフロアを貼ってます。でこうやって指で合わせて縁と、あいい感じだなと、いい感じだなと、じゃあここに高さを合わせて、これちょっとベニヤもう一個欲しいと思ったんですね。3つ、2つか、2つ同じような状態のクッションフロアを貼った合板を用意して、こうやって指で左右触って、あこの高さにしようっていうのをね決めました。ちょっと完全な水平にならないんですけど、まあ階段上がった直後が水平かどうかそんなに気にならないかなと思ったんで、こういう作戦をとって不自然じゃないようにしていこうと思います。結局全てを水平にしようと思ったらねもうすごく大変ですよね。階段とか後から水平変えれないと思うんで素人ですからね。そのためまあ多少の、微調整ですね、1ミリ2ミリ手の感覚で、まあ、合わせつつやっていこうかなと思いました。で今ちょっとこの手前に何ていうかな、荷物を置いてる根田もこれちょっと上に行ってるんですよね。だから今手で触ってるところよりも上に木があるのでこの後カンナで削りました。上げるのは簡単なんですけど下げるのって大変なんですよね。今あるあの根田、縦にある棒を下げようと思ったら一回外して薄い板に交換するか、カンナで削るとかしないといけないんで、カンナで削るも不可能ではないんですけどものすごい量の木くずが出るんで結構辛いんですよね。そういうわけでまあね手で触った感覚で、まあ、自然な程度にしようかなと思いました。これ今両方の手でね触ってます。あいいないいないいなと、よしこれでいこうと。でここ下がもともとの木の根田があるのでそのさらに下に、やろうと思いました。あと確かそうですね、ここもあそうそうこうやって触って、あこの感覚でいいかなと。でも上から押し付けるとへこんじゃうところがあるんで下から下に隙間にね物を入れておきました。まあそんな感じかな。このくらいのサイズのね、小さい部分ならネダレスっていう分厚い合板の、2.4 センチの合板があるんですけど、それを値段を取っちゃってそれを貼っちゃった方が楽かもしれないですけどね。さっきのやってた部屋なんかもそうなんですけど、ただネダレスの合板もものすごく重いんですよね。大人一人でももうフラフラになるぐらい、ちょっとホームセンターで持ち上げてみたんですけど足に落として足がほんま折れるかと思ったんでもう買うの諦めました。で今ここは最初レーザーでね、例えばここ床から10センチだなとやって、で最初この手前の根田にも10センチだなってやっていってたんですけど、やっぱりそれだとダメなのでちょっとそれを後でね調整したいと思ってます。ちょっとここでだいぶ大幅に動画をカットしました。ここですね、さっきあった根田が厚みがあるというかなんか部分的に膨らんでたのかな、ちょっとカンナで削りました。これカンナね木くずが激しいんで、あそこに袋でもつけたらよかったですね後から思いました。で一応まあその上がりすぎは困るんでね、こうやって、またバカ棒を当てて下げたいなとね、下に下げたいなと思ってます。上げるのはね下に物を挟めば簡単にできるんで、下げるのが大変なんでね
こうやって気を当てて、あ、じゃあもっと削らなきゃなと、はい、いいぐらいになりましたね。でこの後ですね、またレーザーで全体をやっちゃうと、やっぱりどこかまた無理がたかってね、水平なんだけど縁と合わないみたいなことになっちゃうんで、ちょっと方法を変更しました。はい、また大幅にカットしました。これですね、木をまっすぐな棒を1本、まあちょっと長さ足りなかったんで2本くっつけるんですけど、1本用意して、左端と右端がまあバランスよく釣り合うならばいいかなと思って、こういう風にしています。まあ要はね、どれくらい傾いてるかとか細かいことわかんないけど、まあ階段上がった直後の部分でね、そこでずっと過ごすわけじゃないんで、まあ1ミリ2ミリね、奥が持ち上がってるとかそんなに気にならないかなと思っていましたんで、こういう風にしています。まあ、これ薄い1ミリ程度の板なんで、タッカーで簡単にね止めてます。で、右端と左端は釣り合うけど、要は真ん中がスカスカではね、踏んだ時に階段上がった直後にね、床がすごいへこむの嫌なんで、下に、スカスカにならない程度にこうやってパチンパチンと止めて入れてますね。はい、というわけで、これいい具合になったんで、コンパネを持ってきました。コンパネがこれうまくね、まあはまって踏んでみてね、そんな不自然な感じじゃなかったんで、このままね、決定になりましたね。まあ、ちょっと今見るとなんかね、ペコペコっとなってるけど、まあビスで止めるんで、そんなにね、後から踏んだ時にバギッとはならないかなと思います。ちょっとこの時ね、指で触った感じで確認してますね。この時ちょっとクッションフロアをね、上に乗せずにそのまま進んでるから、今動画見返すとね、あれこれで良かったかなちょっと思ってるんですけど、まあ今度現場行ったら見てみましょう。ダメだったらちょっと辛いですね。はい、その後コンパネを左に手前にちょっと寄せました。サイズ感がねちょびっと足りなかったんで、奥側はね、薄く切ったコンパネでも貼ろうかなと思います。階段上がってね、奥の隙間のところ踏むことないと思うんで、まあ完全な一体の木じゃなくてもねいいかなと思いました。でここが結構難しかったですね。2階の上がった、階段、今踏んでるところは階段室とも言えないですけどね、階段上がったところで、奥側が2階の床ですね、今入ったところですね。でこのつなぎ目、高さがもう違うんですよね。高さ違うところはもうなんか綺麗な木でもね、置いて、ちょっと斜めに削ってね、まあ間違って親指とかぶつけてもね、痛くない程度にはしたいかなと思ってます。で今こうやって縁のところに根太をね挟んでます。コンパネのつなぎ目にはこうやって木を挟むと、コンパネとコンパネのつなぎ目でへこんだりしにくいそうです。はい、ちょっとここも失敗があって、この今ほんの少しの隙間ですよね、これも本当は最初は階段の高さに合わせようと思ってました。そうするとそう、ここ今下がね、もうすごく薄い、結局このコンパネの厚みにしないといけないから、なんかちょっとその時現場ではね、調整難しいなと思って変えました。で、もともとこの白い根太をね、こうやって、あそこをこうやって削って、あそこは高かったんで、こうやって合わせてやろうと思ったんですけど、それでも高いんですよね。だから、どんどん削っていくんですけど、やっぱりどうしても合わない。根太の厚みをあそこに入れるためにこうやっていろいろと考えてるんですけど、入らないなと。ここにコンパネを貼りたいんだけど、これが分厚いで、これをやっぱりね、カンナで削ろうかなとか、自動カンナで削ればいいんですけど、でもよく考えたらこの根太が 2.7 センチあるから分厚いんだと、この時今ねちょっと薄い板を探しに行ってます。はい、根太を見つけて帰ってきました。これも 1x4 の薄い板ですよね。しかも中の用紙で切ったのかな、多分建築現場でもらった余り物ですよね。
でこれをここにはめるならば、下にどんどん詰め物をしていけば、高くするのはね簡単ですから、高くしていくとこうやってピタッと、あまだか、あここレーザー、あこんな感じですね。レーザーにちょこちょこっとこう線を引いて、でこれちょうどここ分かりやすかったですね。あの高さになるように下に詰め物をする、こうやってあの線にレーザーが当たるかどうかを確認していく、これを繰り返していく感じですね。でちょびっとこの薄い1ミリ程度の板をちょっと入れて、こうやってちょっと当てて、これの繰り返しですね。床張りはものすごく時間がかかりますが、まあ一個一個やれば進んでいくかなと、結構パズルみたいですよね。この2ミリのベニヤを入れたり、1ミリのベニヤをね交換したりしたり、それをひたすらそれを繰り返す感じですね。はい、高さが決まったんで、これでビスでまた打っていきます。まあビス1本打つとね、また位置が変わっちゃうことがあるんで、何度も何度もこうやってね棒を当てて確認してます。はい、そんな感じですね。だいたいこれでここの部分はできたかな。あとはもうこの合間少しだけねコンパネを貼ればいいかなと。ちょっとまだね、このここに合うコンパネ無理やりあるっちゃあるんですけど、まだ全体の工事として余った木でねいいんじゃないかなと思ったんで、ちょっとサイズを埋めもしてますね。はい、2階の床張りはほとんど完成です。あとちょっとコンパネ足りないところありますね。次回のビデオはこの押し入れをマルチツールとかを利用して、まあ、綺麗にベニヤを取って床を張るところまでやりたいと思います。この押し入れはフローリングにしたいと思ってます。では